青野武氏は、鹿児島県出身の元プロ野球選手。鹿児島県川辺郡某津町を麻坊出身。坊某中学校を経て、湘南高校に入学。高校時代はエースで4番打者として、夏の甲子園大会でも、活躍、高校日本選抜にも選出された。当時は、外野手を兼ねていて、野手としても評価は高かった。2年政治は1学年上の上野博文。 鶴岡深夜のバッテリーと共に自身は外野手として出場。湘南高校3年時はエースで首相で4番。2000年オフ、バロッテマリーンズにドラフト5位で投手として指名を受け入団した。2001年、入団と同時に野手に転校。2005年までの5年間は完全に2軍暮らしで、1軍では2年目の1打席のみ。パンチ力のある打撃は期待されていたが、 確実性がなく一軍から声がかからなかったが、徐々に二軍の中心選手として、地位を上げ、2005年には二軍で、チーム最多の92試合に出場し、打率、286、7本塁打、10盗塁の活躍で、ファーム日本一に貢献した。2006年、4月15日に、堀孝一の大役で一軍への昇格を果たすと、その日の西武ライオンズ戦で、2番、 三塁手で即スターティングメンバー出場。9回にプロ初安打を放った。6月14日の横浜ベイスターズ戦の4回裏に、ナスの匠からプロ初 HR となる満塁本塁打を左翼席に放った。7月1日にも福岡ソフトバンクホークス戦で2回裏に、田上圭三郎から満塁弾を放った。プロ入り1号2号がもに満塁本塁打なのは史上初である。 この活躍もあり、中盤から二塁手、三塁手として一軍に定着を、果たし、64試合に出場、打率、275を記録した。守備では一塁で2試合、二手四43試合、三塁手12試合、外野手3試合を守った。二軍でも少ない出場試合数ながら打率、321、8本塁打を記録した。2007年、 4月30日の大西部戦では、ホームランを打った際に、チームメイトのフリオズレータのパフォーマンス、幕張ファイヤー、おもじり、桜島ファイヤー、なるパフォーマンスを披露した。さらに、これを図案化した T シャツも制作された。シーズン序盤に打率4割を超え、一時は、首位打者に立つなど、驚異的な活躍を見せた。守備でも1塁で6試合、2塁で21試合、 三塁手四十一試合、遊撃で一試合、外野手十七試合と、あらゆるポジションを守った。しかし後半戦は手首、肩の故障に泣かされに軍を落ちし、レギュラーは確保できなかった。7月末に、鹿児島県出身の女性と結婚。公式発表は、クライマックスシリーズ第一ステージ突破後の10月11日に行われた。2008年、 前年に痛めた肩を手術し、リハビリテーションに専念した。結局一軍出場はなかった。2009年も一軍での出場機会はなかったが、二軍では33試合に出場した。2010年、3年ぶりの一軍初出場を果たし、本類がも放つものの、シーズンわずかにあんなに終わってしまった。2013年、肩の故障の影響もあって10月3日に、 球団から戦力外通告を受けるが、現役続行を希望。その後、12球団合同トライアウトを受けるも、獲得する球団は、現れず、現役を引退した。引退後に、学生野球資格を回復させる。不動産会社で働きつつ、2014年からは、母校である湘南高校で野球部の指導を行っている。これは、高校時代のコーチであり、 後の道部の監督となる山の口和也からの誘いを受けてのものである。気の緩みが感じられる選手に対しては、きつく叱る鬼の青野コーチと選手から恐れられているという。青野も道部の副部長を務めていたが、2021年2月16日より、二度の体罰を理由に、日本学生野球協会から4ヶ月の禁止処分を受けている。後に高校側が、 体罰の内容を明らかにし、青野はこの行為について、部員の態度に腹が立ったと自ら説明している。高校としても、青野の処分を検討していることが報じられた。ありがとうございます。